2018年のドラフト1位。大体どこも戦力になってる。優秀やな。ネオ藤原らの党員組が一番残念やな。そこそこ当たりで草。高卒って難しいわ。では今んとこ小園の一人勝ちか。ネオ型球団入ってたらどうなってたんやろ。少なくとも投手はやってなさそう。役やろ、春キャンプで見限られてとっくに投手やっとる。まだダラダラやしやってると思う。中日は見切るの早くてよかったな。今のところ当時バカにされた近本が一番の当たりか。上茶谷とかいう成功か失敗か判断しづらい選手。小園は足方あるからええな。こういうタイプは小得意になっても潰しが効くやろ。こうしてみると大豊作やなこの年。正直ネオと藤原よりなら吉田恒成の方がまだ使えてないか。目クソ鼻クソレベルやけど。吉田は今年防御率4点台とはいえ50登板しとるぞ。来年で大がろうて回れるならともかくフェニックス見る限り先発じゃ厳しそうやん。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いいたします。